こらえの風鍼灸院の大野です。こんにちは。先ほどですね、美容室に行ってきまして、今日私お休みなんですけれども、たくさんの方からですね、ネットショップのオーダーいただきまして本当にありがとうございます。でですね、ネットショップのオーダーいただいた方の中で、お母様が心臓と腎臓がちょっと弱ってきていて、ちょっと一緒に飲もうかな、食べようかな、お塩ね食べようかなと思っていますっていうね、コメントをいただいて、でその方には個別でメールも送らせていただいたんですけれども、メールの中に書いておりました心臓と腎臓を強くするやり方を、動画でお伝えしようと思って撮影を、急遽、しようということで鍼灸院に来ました。ちょっとね、いつもの感じじゃなくて申し訳ないんですけれども、はい、ではめちゃくちゃ簡単です。めちゃくちゃ簡単、そして私も患者さんに教えているものになっておりますので、じゃあ皆さんでやっていきましょう。まずですね、心臓です。心臓は左手使います。はい、左手の前腕部分ですね、ふにふにして柔らかいところです。ここですね、肘のラインですね、肘のラインと手首のラインの真ん中らへん、もしくはちょっと上らへんに、まあ、人によるんですけどね、場所はね、ちょっとゴリゴリしているところがあるかなというので、ちょっとこっちの右手で探してみてください。でそしてゴリゴリしてるなとか、押したら痛いなっていうところが見つかったら、右手の親指をそこの、凝りのところに当てて、でこっちの左手の親指を中心に、まあ、手首でもいいです、グリッとグリッと回してください。簡単ですね、わかります。親指当てて左手がグリッとグリッと回す、はい、回転をさせる感じですね。はい、そうすると、ここ当てたところがグリッ、あ、ゴリってね、ゴリッ、ゴリッってすると思うんですけれども、これをまあ10回ぐらいで結構ですので、やってみてください。そうするとですね、コリがほぐれて、胃腸にもすごくいいですし、あとは、胃腸のコリね、胃腸のコリにもいいですし、このツボは心包系のね、ツボが並んでいるんですけれども、心包系って何ですかって言ったら、東洋医学のツボが並んでいる線路のところなんですが、心包系っていうのは心臓の膜を、イメージしていただければと思います。なのでここを、凝っている方で押してあげる、もしくはこうグリッとちゃんとほぐしてあげると、胃腸もすごく良くなってくるし、あとその心臓の負担も軽減してくるツボですので、ぜひやってみてください。ではですね、今日は心臓のツボ、そして、どうしようかな、腎臓のツボはちょっと2回目取りますね。ちょっとこの足がちょっと映らないので、またカメラセットしてやってみます。ちょっと急遽なんでスマホで撮ってるので、なかなかこうね、足まで見えないので、ちょっともう一回撮り直ししてみますので、では今回は心臓に負担を感じている、そして心臓を強くしたいなと思っている方に、心臓を元気にするツボをお伝えしました。はい、元気にする、やり方をお伝えしました。ぜひ皆さんやってみてください。はい、以上です。ありがとうございます。